inozyuku って専門学校でもアルバイトできますか？いや、できないですね。基本的に大学受験の指導は、大学受験の知識を持っている子しかできないので、まず大学生っていうのが前提としてありますね。事務作業っていう、例えば YouTube の編集とかそういったものであれば、全然ね、誰でもいいんで、できるんですけども、バイトの中の講師っていう職業に関しては大学生のみですね。